できるお待たせしました。さっきからほんと、何なんだろうな、バグ多くて。一応今日午前中少しやってるんですよ。線路の下見がてらに。その時は何ともなかったんですけどね。今ゲームちょっと起動中ですね。一体何だったんだろうな、さっきのバグは。ああ、やっと来た。だけどまあ、ヘルパーから。ソルジャーサミットまでですね。ほんとさっきの何だったんだろうな。とりあえずバグで一回ゲームの放送起動しています。自分の車両の判定なくなってたのかな？前から列車来るなんて。まあ、いろいろデータ結構入ってるんでね、バグとかあってもおかしくないんですけど、量が量なんで。今、まあ、2テラの USB のちっちゃいハードディスクついてるんですけどね。もうそれ容量いっぱいなくらいゲーム撮ってるような段階なんで。意外とロード長いんですよね、これが。あ、そろそろ来るかな。一人で気を取り直してやってきますか。ダイナモオンになってるな。これでセット OK で、あと OK ですね。じゃあブレーキ緩めていきます。OK ですね。じゃあ出発していきます。
まあもうすぐしたら登り始まるんで、そこでまあ後ろの機関車少し一歩入れていこうかなって感じです。まあ今回の目的、それが冷めてまではほとんど登り坂なんでね。さっきの問題の科目ですね。なんで突っ込んできたんだろうって。あ、ちょっと待ってください。こっちのソフト止まってるよ。AZL さん、ゲームキャス始めるよ。読み上げ機能止まってました。この辺からあとずっと上りですね。まだいいかな、感謝短期で。この信号の辺あたりからちょっと勾配きつくなってます。まだだってか。このくらいスピードを維持してみたいですね。暑いですか。こんなものかな。ちょっと加速してるかな、これだと。あ、ちょうどいいと思う。発売されるビッグボーイのアドオンも、まあ、同じ、何でしたっけ、スモークボックスかって会社がまあ発売するってことだったんで、やっぱりこのくらいいじれるとこ多いんですかね、あっちも。それはそれでありがたいんですよね。前のが残念な感じだったんで。これであとチャレンジャーなんかもちゃんと新しく作り直してくれたらなぁ、本当に文句なくなんだろうけど、あのチャレンジャーもあんまり出来良くなかったですね、正直言うと。まあそれに比べたらイギリスは結構遠くにありますからね、どっちかというと。いろんなもの出してくれてもありがたいけど、まあそれでもやっぱ良し悪しありますよね、なってますけど。まあ普段あんまり蒸気関西に行く人はいないんですけど、まあコレクションとして結構アドオン買ってはいるんですけど、ね、ま
これももうコレクションの域で買ったようなもんだったけど、全く操作分かんなかったね、最近まで。昨日一日かけて説明書を何回も読み直して、なんとか覚えましたけど、まあ、今はほとんど自動化してますけどね、バルブなんかは。その自動化のさせ方も、ゲームの今、本体側の設定、ゲーム本体側にその自動化するっていう項目があるんですけど、操作の規制の力だと、この車両、エラーで落ちるんですよね、体が。ゲームオーバー扱いになって。なんで、まあ、この車両特有のその自動化のさせ方があるという、このさせ方が本当わかんない。だって、石炭じゃなくて重油燃焼式なんていうのも、今のところ多分この車両だけですよね。上級量をあまり下げずにここまで来てます。まだいいかな。このあと確か 2% になるところがあるんで、そこでもう少し後ろの機関車が力を上げますか、ね。パーセントなんですよね、今日によく見ると。なんかパーセントで表示されてると違和感しか覚えないんですよ。これ戻して混ぜるんですよ。させられれば、まあ、後ろはこれ機関車だから簡単ですけどね、車間に乗るのは。ちなみに、機関車なしで、まあ、FAF 短期でもやってみたんですけど、無理ですね、やっぱりこの車間。加速できなくなりました、途
ここまで順調ですね。まあ正直この値段 2% よりきつい坂はなかったはずなんで、アメリカの長期会社って経営的に独特ですね。言えない性的に50年の稼働って機関車を考えて見えるのに客車の敵ってあんまり良くないですよね。おまけ程度についてるんで車内とか見れませんし、ね、出るからどうのこうのはないですけど、になってるんですけど、まあ、これ SF 換気だったら加減量を入れた状態でもこれ操作できるんですけど、後ろに機関車つながる機関車がいると、まあ、ゲーム仕様なんですけど動かせないんですよ。これリアルの人なのかちょっとよくわかんないんですけど、なぜか変えられなくなるんですよ。ちょっとここで加減量ゼロまで戻ってっていうと、まあ、だいぶ速度下がる可能性あるんで、このまんまでやってThank you.
入るか。昼夕であれば結構多分来ますね。こんなんでどうでしょう。
まだ大きいかな、ゲームで。まあ、なんせ蒸気機関車、蒸気の音とか結構大きいんでね。で、今回、まあ、編成上、後ろからディーゼル機関車の1両いるという状況なんで、なおさら音が大きいという。緩くなってきちゃって後ろ。いや、買ってしばらく放置してたんですけどね、操作の仕方わかんなくて本当に。まあ昨日1日かけてなんとか動かせるようになりました。本当今度発売するビッグボーイ、まあこの FF 発売してるスモークボックスと同じとこが出すってことなんで。まあ、このくらい操作複雑になるんじゃないかと予想してる、まあ、予習ですけど。まあ、公式で出された画像を見ると結構細かかったですね、このキャブ内のバルブから何からみな全部動かせんじゃねえのかな、あれも見て。それとまあ今回そこまでやってくれるかどうかなんですけど、今状態支援されてるビッグボーイってあれ14年長式なんですよね、この FAF と同じで。それもやってくれたりしないのかななんて。まあそれはちょっと望みが過ぎるかというか。実際やってますもんね、そういえば。あともっと言うんだったらチペンジャーもな、新しく出してくれないかなって。それこそ本当特大蒸気機関車同士の10連とかも、ね、やってみたいですけど。トンネル近づいてきましたね。一旦閉めます。正直このゲーム他の蒸気機関車同士で連結させた時ダムとか出ないかちょっと怪しいですよね。正直今だってこのディーゼル機関車と連結してる状態で逆転機動かなくなりますので、ね、全くこの仕様なんとかならないのかなって。一応まあ逆転機を動かしたければ加減点1回切って動かすしかないんですけど、この加減点入ってるっていうけど全く動かなくなるのは何なの。ゲームの仕様なんでしょうけど、なんで動かせなくなるのか、いまいちよくわからんって。あ、じゃあレース速度ちょっと勾配なくなってるからアイドルにするか。ここまで登ってきてしまえばもう坂の途中で止まるってことはないでしょうね。そこからあともうちょっとだけ登りがあるだけなんですね、確か。
気に速度上がったな。35マイルですね。まだ加速してるな。ちょっとだけ入れます。あ、そうですね。今ヘルパーからまあ。トルドレイクまで行かないけど、今回途中のヤードまでということで、トルジャーサミットだったかな、確か、まあ、そこが確か坂の上り切った頂上にあるはずなんで、このロケとりあえず今回その上りの練習ってことでそこまでにしました。あまりアメリカの路線運転してる機会ないんですけどね、個人的にヨーロッパの方ばっかりなんで、持ってはいるけどほとんどやってないみたいな状況なんです。それだけアイドル見てみようか。微妙に安定しないな。少し加速と微妙なところで。
今最近アメトラの方ほとんどやってないな。しばらくぶりにやっかな。ハイモンさん、協調運転する機関車は SD70-8444 台では可能でしょうか。どうなんですかね、まあ、実車では確かこのこれに対応してるのが8444号機だけらしいんですよね。ゲームではどうなんだろう、そこまでちゃんと再現するのか。一応まあ FES の最初からプリセットで入っている編成ではこれがセットされてますね。なんか一応専用の設備がついてるらしいんですよね、こっちに FAF と同調するための。65マイルの制限の標識で、まあ、今回ほとんどそこまで高めずにあと7マイルくらいなんでね、まあ、停車する格好になりますけど、まあ、その前に速検査入るところが15マイルの制限かかるはずなんで、どこまで出せるかな。きっちり65マイルまで出せればいいけど、15マイルまで。やっぱりビッグボイって言ったらそういう重量貨物を坂道なんか関係なしに引っ張れる力強さですよね、魅力。やばい、蒸気だいぶ減ったな。こんなんでどうだ、終わらねえか。もう少し下げるか。こんなんでどう。やってましたよね、ビッグボーイ。普通に貨物引かせるんだみたいな、現役みたいに。そもそも重貨物兼用に製造された車両っていうのはありますけど。
見ました、あれ驚きでしかないですもんね、鳴らしでそれやるみたいな。蒸気上がってきた、大丈夫だ。からまた少し上り坂になるはずなんですよね。65まで行けないかな、もしかすると。蒸気は溜まったしね。いいとこまで。安全弁開いた。60マイル。なんとか加速できそうだな。65近くなった。後ろ止めないと。そろそろですね。アイドル。じゃあ減速してきますか。あとはブレーキかけなくても多分落ちます。こんなもんかな。
と。あんまりやめなくても良さそうだ。このくらいでどうだ。後ろ機関車切っても良さそうだ。ヤード内に車両全部入ったんで、この辺で止めますかね。まあ、今回は練習のあれなんで適当に停止位置。というわけで、まあ今回まあ、協調運転での同伴の練習ということでやってきましたけども、まあ何事もなくここまで来れましたね。やっぱ補助機関車あると楽です。ヒーラー坂道もほんとこの車両蒸気激しいというか、変な使い方しようもんならボイラーほんと圧力落ちますもんね。というわけで、まあ今回練習ということで、まあ速度違反4回ありましたね。開門さん、おつ。ありがとうございます。というわけでね、今回の配信はこれで終わりたいと思います。まあ次回、一応いろいろ考えてはいるんですけど、またシューティングゲームでもやろうかなと思います。まあパロディウスシリーズまだ一つやってないのはありますしね。極上パロディウス、パロディウスだ。あとセクシーパロデュースとやって、あとおしゃべりパロデュースですね、やってないのまだ。あとはそうですね、ゴールデンウィーク中、まあ、スチームで仕入れたゲームも何個かあるんで、そっちもやれたらやろうかなって感じですね。というわけで、まあ、今回の配信はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。